松田義太郎は日本の騎手、競争馬調教師、京都府出身。1926年に公認競馬の阪神競馬クラブで騎手となり、1937年より調教師兼業。第二次大戦を経た1946年から調教師兼業となり、以後1990年に引退するまでの間、それぞれ東京優秀に優勝したキーストン。 ロングエースを筆頭に、数々の8大競争優勝馬を手掛けた。通算成績は、日本中央競馬会が発足した1954年以降、6718,814勝。重賞競争は1950年以降で8、大競争、GIQ 競争7勝を含む37勝。文下生に、同友義弘などがいる。また、旧社所属でもあった、 松田幸春は娘婿である。京都市下京区に大工の長男として生まれる。小学校卒業後に友禅染めの店へ奉公に出たが、一年ほどで辞めて家に戻った。その後、近所に狩馬屋があったことから馬乗りに興味を抱き、店に入り浸るようになる。この様子を見た近所の茶屋の主から騎手になることを勧められ。 阪神競馬クラブの伊藤勝義を紹介されて1923年よりその弟子となった。1926年に騎士免許を取得。名手として奈良した市の伊藤がまだ現役騎士として活動していたこともあり、松田は騎乗馬に恵まれず、20歳を過ぎた頃からは障害競争を主に起動した。1937年に調教師免許を取得し、 なる競馬場で旧社を開業、長期兼業となった。1939年により、日本競馬会が、長教師と騎士をそれぞれ占業させる、長期分離を打ち出し、松田は引き続き騎士免許を所持したものの、長教師の方へ比重を置いていった。1941年末に、太平洋戦争が勃発し、その戦況が悪化すると、松田は1944年により、 カジヨシマツラと共に、マイズルの海兵団へ徴用され、戦争終結まで過ごした。1946年より競馬が再開されると、松田は京都競馬場へ急車を移し、長教師専業となった。戦後最初の活躍馬は 83kg の金量を、背負って勝った記録も持つアラブ馬の玉椿で、同馬は34勝を挙げた。また、戦後間もなくから、 松田義太郎級者を所属場でいっぱいにしてあげると、支援を約束されていた、桶谷達蔵の所有場、マル達も障害競争で20勝を挙げている。1950年には桶谷が所有する応援スが、天皇賞に優勝し、8大競争初制覇を果たした。他、桶谷の所有場では1960年にも、時の記録が、大歌賞を制し、クラシック競争発勝利も挙げた。 またこの頃より、市の伊藤が支援を受けていた縁で、有力場所の伊藤義五郎も顧客に就いた。1961年には、新ツバメが、さつ賞に優勝。そして1965年には、キーストンが、日本ダービーに優勝し、松田は調教師として、開業28年目で、ダービートレーナーの称号を得た。キーストンは2年後に出走した阪神大賞典店の、 レース中に骨折転倒しながら落馬して混沌する騎手、山本正史の様子を気遣うかのような仕草を見せ、自らは安楽死処分となったことで、悲劇の名馬として語り継がれる存在ともなった。1970年代に入ると、中井長一が所有するロングワンとロングエースの兄弟が、旧社の看板馬となった。ロングワンは1970年に関西の山菜王者戦。 阪神3歳ステークスを含む重賞3勝を挙げ、最優秀3歳母場に選出1975年の引退まで重賞5勝を含む11勝を挙げた。ロングエースは1972年の4歳クラシック戦戦で関西3強の一角を占め、日本ダービーに優勝して松田にダービー2勝目をもたらした。中井の所有馬では他にも、 重賞5賞のロングホークや、その同期馬のロングファストといった活躍馬を管理した。また1976年には、オケ谷の所有バリニ役員が優秀品馬に優勝し、松田はクラシック5勝目を挙げた。1979年以降は長らく目立った馬が出なかったが、定年引退を1年余り後に控えた1988年、秋、宮間ポピーが、 ヒンバ三冠最終戦、エリザベス上杯に優勝し、松田は時の記録の大歌賞、リニアクインのオークスと合わせ、長教師として史上3人目のヒンバ三冠を達成した。翌1989年11月には最高峰区が京都大障害に優勝。これが松田にとって最後の重賞勝利となった。1990年2月25日の第二回阪神 競馬、第二日目を最後に、定年により東京市を引退。同日のスモと区別でロングリーガルを出走させ、7着となったのが最後のレースとなった。2002年7月30日、敗血腫のため、滋賀県立東市の再生会滋賀県病院にて死去。万92歳没。太字は、門下生。括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分。 ありがとうございます。